ストライクドッキング、こんにちは、みほです。黒沢です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は天魔の古城の、まあ、僕の使っているパーティー紹介をしていきたいと思います。ちょっと前にね、シロさんとかもねやってたんですけど、まあ、僕もなんかいろんな人の見るの面白いなと思って、はい、シロさんに聞いてぜひやってくれっていうことなので僕もやりたいと思います。はい、まあ本当人によってねパーティー違うんで、はい、これはなんかちょっと面白いんじゃないかなと思います。じゃあ行きましょう。まずは一の間から。はい、ということで僕の一の間のパーティーはこんな感じになっております。はい、いつもロミオ、マソに、ネオリバースでやっています。はい、まあ、戦術としてはロミオは1点目でビットン壊して毒の幕の防いで、で最後はネオリバースでワンパンを目指すという編成になっております。このパーティーね、自分で言うのもあるけどちょっとむずいっす。簡単ではない。簡単じゃない。どこが一番むずいかっていうと、やっぱラストゲージの入りかな。入りの調整ミスっちゃうと、HP 結局マックスの状態でネオリバースで SS 打ちたいんで、それがしづらくなってしまうので、はい、そこが難しいかな。でもやってて楽しいんで、やってます。まあ、カッパとかもあるけど、まあこっちの方がいい。お前は好みって感じ。俺は好み、うん、だいぶ。あと別にあとワンパンでしなくてもクリアできるから。まあそうですね。そう。普通にネオリバースが強いから。はい。まあそんな感じでこのパーティーでやってるかな。まあどうしてもね、まだ変更点はあると思う。マソ2体入れてるけど、ここ1体ブリギットがいいと思うわ。だけどちょっと超バランスにしてないとか。ね、そういうのがあって書が足りなくてね、はい、今はマソでやってる感じ。本当は1体ブリギットにしたい。なんならブリギットの方が友情コンボが強いからさ、そのさっきのボスインの調整とかがしやすいんですよ。雑魚をしっかり友情で削ってくれるんで、はい、そういった意味でブリギットに本当はしたい。だけど今書の事情的にこんな感じになっているっていう感じです。はい、続いて2の間でございます。2の間はちょっとこれ以外勝たん。ちょっと鎌足りがさ、変え聞きづらいかなっていう感じですね。まあ今ね、プレデビオルとかツタンカーメンとかいる。まあツタンカーメンは1刺してる。なのでやっぱ火力はさ、めちゃくちゃ出るから。うん、で、まあなんか、連撃キラーが使いづらいところだよね。例えばボス2とか、ビットンとボスの間でカンカンしたいって時、ツタンカーメンの方が強かったり、もう、したりするんで、超マイン L だし。はい、だからツタンカーメン1は刺してるかな。だけど大概のドラマはもう鎌足りでいってる。で鎌足りもね、本当はね超パワーまでいきたい。しょうがない、線形がね。そう、線形の章いけたらもっと楽なんだけどね、正直。はい、まあてな感じでね、今回の線形の章なしだったら、まあ鎌足り一強なんじゃないかなっていう感じかな。でもしっかりその急激持ってあげないと、その超パワーじゃないと雑魚のセットとか倒せなかったりするので、身の厳選はちゃんとした方がいいかなと思います。僕こんな感じでやってます。はい、続いては天魔さんでございます。天魔さんさ、ほんま鬼丸ゲーミングなんだけど、俺鬼丸ゲーミング以外でやりたくねえ。そんぐらいむずい普通に。うん、鬼丸だからめちゃくちゃ簡単だけど、鬼丸じゃなかったらめっちゃむずいと思うわ。ここ特にその蘇生セットとかね、倒すの鬼丸だったらね、SS ポンポンって言ってね、雑魚の蘇生セットとかも倒しやすくて、ボスも削りやすくていいんだけど、それ以外でやるとやっぱり天魔さんって難しいな。うん、かなり鬼丸を見て作られてるステージだと思うんで、はい、大変ですね。あとここはね、平面ね、あんま良くないんで、センサーの事情でね。こいつとかね、照明のみとかにしてる。本当には平面入れてたんだよ。わざわざ。ポイって。ステッキで映した。ね。とかもあったりして、はい、まあ鬼丸はね、まあ急激と照明みたいになってるかなっていう感じ。あと紋章をつけてるつけてないとね、だいぶ違う。あ、全然違う。まあもうまあ、全然違うのは当たり前なんだけど、もう超体感するレベルで違う。ここは火力足らなくて、紋章ないと、まあ、できるだけつけてるって感じね。つけないとちょっと歩いて。はい、続いて天魔4でございます。天魔4に関してはね、まあこのパーティーでやってますよ。ジャック、ニュートンアルファにドン・キホーテ、はい、でやってるんですけど、本当ならばね、ニュートンもう一体いたら嬉しいんですけどね。どこを変えるんですかね。
どっちかっつわれたら困るな。まあブロック持ってるドンキーの方が優先されるか、ジャックを外すっていう感じなのかな。でもこれジャック入れてるのはさ、やっぱターンチャージエール持ってるからさ、 SS 速攻打てるようになるんだよね。これドイツも8ターンなんだよ、 SS 888一回チャージしたらもう速攻打てるんだよ。だからずっと打てるみたいなのができる。あと普通に火力出る、ジャックザリッパーだから良いっていうね。だけど入れたい、ニュートンは。えでもニュートンはもうだからそんな関係ない、もう SS 打たなくても火力やばいみたいなことができるから本当はニュートン増やしたいっていう感じだね。だからベストなパーティーではないと思うね。まあニュートンが増えれば増えるほど楽になるステージ、まあ、さっきの三の間の鬼丸みたいな感じだよね。ここはね、ニュートンアルファ持ってない人はだいぶ困るんじゃないかなって思ったやつで、うん、ニュートンアルファいたら別に紋章もいらんと思うの、ここなんなら、はい、でもニュートンアルファいないと多分全紋章でドンキホーテみたいな、ドンキホーテ2体のジャック2体とかになってくるんじゃないかな。だいぶ辛いよね、ここも、はい、まああと、なんだろう、他にもいるのかな、なんかデビパンとか入れたりしたり、そこら辺もいるから、はい、まあ結構パーティーの幅は広いと思う。はい、ここカスタム仕様あるんだけど、俺はニュートンが一番強いと思うな。なんやかんや。こいつだけ抜けてる。はい、てな感じで僕の天馬4、こんな感じです。はい、続いて天馬5でございます。こう貫通のステージでね。俺貫通で苦手なんだよな。はい、まあてな感じで、その天馬5なんですけど、僕はこちらのメンツ。はい、ハデス2の直輩のルナ、入れてますね。まあこう貫通のステージなんですけど、やっぱルナのバフが、ここ2回くらい天馬やってて超優秀で、ルナがいることによって、そのこのステージって1回しか殴れないじゃないですか、敵を投下しちゃうんでね。だから1回の殴りがめちゃくちゃ重要になってきます。そういう時にやっぱりルナのバフしてあげると、そのラインをやっぱ下げられるんで、うん、ルナを入れてるっていう感じになってますね。だからルナを入れることによって、あと紋章も節約できる。うんうん、なるほど。そう、僕とかも今回一人でやったんですけど、ここに関して、あ、マルチでやるところもあります、はい、やってるところもあるんですけど、はい、ソロでやる今回もやったんで、ここに関してはあのルナでやっぱりそのラインを下げてあげて紋章を節約してあげるっていうことができるんで、この編成になってるっていう感じかな。結構やっぱ天馬においてね、紋章の付け替えは大事だからね。高い高いから、めちゃくちゃ高い。そこ節約できんならまあ優秀ですね。そう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 。で、ルナはこの後も使ったりするのであの、ここで紋章いっちゃってます。今外しちゃってるけどね、はい、あとブーゲンビリアとかね、流行ってるからね。あー、そうだね。結構、うん、ブーゲン超バランスいけたら俺も使いたいって感じだけど、しょうがないからハデス。でもハデスも十分強いんだよ。うんうん、やっぱキラーも乗ってね、しっかり動けて、SS も決定力あるし、別にルナと合わせたら火力は足りてるから、はい、これでいいと思う。で、重心が書いたからね、設計の小節約できるっていう意味で、僕はハデスにしてるんですけど、ブーゲンも試してみたいっすよね。まあ普通にそっちもいいと思うし、なんなら8ターンで SS 打ってるからね、魔法陣回避とかはね、そっちの方がいいわけじゃないですか。ただの設計の書がっていう理由で、このパーティーになっております。はい、天馬6は、はい。僕、ビーカー持ってません。はい。で、室外も1体かな。っていう感じなんで、僕、今回、まあ、マルチでやるときは、その、パーティー変わるんですけど、ここ2回はね、ソロでやってて、ソロでやるときは、ネオ3ルナでクリアしてます。これ最初ね、その、動画見たときビビった。こんな感じでいけるんや。すごく影響を受けまして、これでやってます。まあ、友情ゲーだよね、シンプルに。ボス戦からは、あ、ボス戦からってか全部、はい、ただただね、やっぱり1、2ステージ目、うん、まあ中ボスのランスロットのステージはちょっと難しいなっていう感じがした、うん、まあ、ランスロット、うん、そこまでクリアしちゃえばもう楽勝っていう感じだった、はい、ってな感じで、僕はなんかソロでやるときはこの感じのパーティーでやってます。で、さっきそのルナに紋章行くって話、ここ絶対必須なんで、ルナ紋章だから行ってるね、いつも。そう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 、だからついでに、だから5の間でも使うし、ここでも使うみたいな、うんうん、感じにしてるよね。紋章節約のため、いやー、珍しく適性がいないとこですね。いや、まあいるっちゃいるけどね、え、なんか ピリカいないと、フレンドでピリカ1体連れてって、あと室外1体連れてって、あとはなんだっけ、
アイリス、アイリスか、うんうん、とかになってくると思うんだけど、それでやるよりはこれでやった方が個人的には楽だなと思って、うん、これでやってるって感じかな。はい、続いては7の間でございます。はい、7の間のメンツはエビ天2枚に、ゾロ、そしてシュプリングラスになっております。はい、でここを僕エビ天いつもカビモンオアマルチでやってる形になってるかな。でこのメンツがベストかなって個人的には思ってます。最初はバッハとか入れてたけどね、俺ちょっと肌に合わなかったわ。強い時は強いんだけどね。はい、でもこのパーティーちょっと負ける気がしなくて、やっぱゾロは入ってくるんだね。安定だね、うん、割合での削りと友情コンボの強さ、はい、まあ一発の殴りの強さもあるよね。はい、なのでゾロを入れてるっていう感じになっております。はい、エビ天欲しいね、うん、マルチかカリモになっちゃってるからさ、ここは何かしらあったらエビ天いけたらね嬉しいなって感じ。このままに関しては一番なんか気が楽7来ると、はぁ、7か、よしよし、みたいな気持ちで。6やった後だしね。そう、6で、よーし、6クリアした。さあ、次は、あ、7、よーし、簡単だ。もう見えてるな、みたいな感じの気分になるんで、まあ、7は比較的好きだな。まあ、2と7逆にしろよと思ってるよ。そんなレベルか。うん、2と7比べちゃうと、さすがに7の方が楽なんじゃないかな。まあ、キャラが揃ってる前提だけどね。ちなみにキャラいないとめっちゃむずいっすな。そりゃそうですね。まあ、どこでもそうだけど。まあ、どこでもそうだけど、あ、まあ、ごめん、どこでもそうだわ、それは。はい、でも、キャラいなかったら7やりたくないなってレベルで嫌いかな、そもそも、まあ、もろ貫通が多いしね。はい、そしてまあシュブニグラスなんで入れてるかって話なんだけど、まあやはり爆発誘発あるといいかなっていう、ゾロを使ってる関係上ね。まああとシンプルに動けるから強いかなと思う。友情もラウンドスパークなんでね、使えなくはないし、ゾロ合わせるならシュブニグラス入れるのいいんじゃないかなって個人的には思っている。ただただね、これ見てもらったら分かる通りね、超スピードじゃないです。足りてないんじゃない相変わらずしたいけど、まあ別に最悪優先順位は低くなっちゃってるよね、こいつは。他のキャラたちがぶっ壊れてるからさ。はい、ってな感じです。はい、続いては8の間でございます。8の間は夜一番手、そして丸太2枚に夜型のオキリになっております。あのちょっと丸太アルファ強すぎるわ。ここやっぱ反射でやっぱワープ原則のやつの強いのっつったらもうこいつぐらいだからさ。まあ、他ね、エレンとかいるけど選択肢がない感じよね、もう。そう、ここは選択肢がない、うん、でもこれ以上のキャラってなかなか出づらいかなと思っちゃってる、うん、だからマルタで2枚はね反射枠として欲しいなと思う。で貫通枠は最近増えてるよね。俺は今夜と中田の大きに使ってんだけど、ここはなんか貫通枠アルスラン使ってる人もいるし、なんだから夜2枚の人もいるし、結構貫通に関しては選択肢今のところ多いのかな。はい、しっかりユニット乗せてあげてね、貫通ダメージ出す役でね、はい、使ってあげるみたいな感じかな。でもやっぱ夜入れてからちょっと簡単になったね、ここは。まあ、ちょっと僕はアルスランちょっと試してないんで、まあ最近引いたってのもあって。持ってますよね、確かに。持ってる、なんか9周年なんちゃらガチャ、なんか1000円のパックのやつ。はい、あれで偶然出て。はい。だけどちょっと宣言の書はなくて。なるほど。じゃあワンチャン変わる可能性もある。変わる可能性あるね。まあでも十分、ぬかたの大きもめちゃくちゃ強いんで、このままでも、まあ、問題なく勝ててるからいいかなっていう感じだけど、まあ、そこら辺も試してみたいよねっていう気持ちはあります。はい、そして9の間でございます。今回でかなり変わりました。チェーンソーマンにムー2体、そしてフランクリンアルファになっております。はい、でも最近ね、そのチェーンソーマンが入ったり、そのチオが出てきたりするんで、まだまだ改良の余地はあるかなっていう感じでも、一旦今回はこのパーティーでやりました。はい、まあこれマルチでやってたんで、ここに関しては今回最初クリアした時はね、このパーティーでした。だからこのムーのところを一体チオにしてあげるっていうのはマジで強いと思う。やっぱボスね、ワンゲージ分の計算できるんで、あのチオに関しては、まあ、あれを中ボスで打ったりとかねできるし、でやっぱ一番勝てるのはチェーンソーマンだね。かなり今回チェーンソーマン出たことによって Q の間はだいぶ簡単になったなって個人的には思います。まあもちろんチオの存在もあってこそなんだけど、以前はムーとフランクリンしかほぼほぼ選択肢なかった。まああとはまあジャックザリッパー入れてる人もいたかな、だから中にはジョータロー入れてる人もいたかなっていう感じだけど、はい、その時に比べると圧倒的に今回でね楽になったと思うんで、こんな感じで他の多くもねポンポン適正出てほしいものですね。はい、そして最後10の間ですね。僕は集会でこのパーティー使って
ってます。オニキスさんのデビパン、今ね、そのこのデビパンのところがね、マドカだったりね、ソロモンだったりね、いろいろ、まあ、ゾロの人もいるのかな、確か。まあ、リヴァイって人もいる。リヴァイって人もいるし、直輩も入れてくって人もいるだろうし、かなりその選択肢広いんですけど、僕はその中から、まあ、一番オーソドックスなオニキスさんのデビパン使ってます。まあ、結局どのパーティーが一番いいのっていうのはあると、なんか人によって違うからさ。うん、なんでミヤバはこれにしてるんですか。楽しい、楽しいなんかね、芝戦とかであのデビパンでワンパンするのとか楽しいんだよね。ちゃんとなんか全てが噛み合うとね、なんかデビパンスタートにできて、デビパンでボーンってエレメント状態で芝なんか弱点強化アップ強化しなくても倒せちゃったりとか、そういうのが楽しくて俺はデビパンにしちゃってるかな。でもこれって答えない気がしてね、ほんと銃の間は、うん、マドカ使ってもいいし、ソロモン使ってもいいし、もう何使ってもいいと思う。まあこのデビパンのとこはそういうことだよね。そういうこと、うん、ただただオニキスは必須だよ、レトロパーティーも。ここ増えてほしいっすね、いずれ。はい、ってな感じで、まあ僕の、まあ今回クリアしたデッキかな、はい、今やってるデッキを紹介したわけなんですけど、まあその中から、まあこのパーティーでやるならのランキング、個人的難しさランキング1から10までのつけたいと思います。一番簡単なの、まあ第10位、手間10。おお、一番簡単、やっぱり周回として作られてる気がする。他の動くと比べてね、運ゲー要素も少ないし、ただただそのシステムをしっかり理解していないと一番難しくもなりえるよね。慣れ、うん、話題はあると思う。まあすげえやってるからね、その辺もあるかもね。そうそう、すげえやってる、この1から10の中で一番やってるから一番簡単になっちゃってるのはあるね。うん、はい、まあてな感じでね、僕的個人的には天魔10が一番簡単かなっていう感じです。そしてまあ第9位いきますか。第9位は、7の間です。ここはね、いや本当ゾロの登場がでかいのかな。まあ、ゾロ登場前する前、エビテも強かったけど、ゾロが登場してさらにみたいなところはある。今正直紹介したパーティーだったら負ける気しないから。さっきも言ってたもんね。そう、なんか相当変な事故が起こらない限り負けないと思う。はい、まあ、てな感じで天魔7が個人的、まあこのパーティーだと、まあ、これ第9位。はい、第8位は3の間です。まあ、オニマルゲーミングできたらでもこれさ、オニマルゲーミングしなかったらもっと正直ね、一番難しいまであるかもしれないね。まあ現状オニマル4でやってるんで、まあそれだったらこれぐらいになってくるのかなっていう感じがしています。第7位は4の場。ここら辺すごい悩んだけど、なんかシンプルにそのまあ、紋章少なめでいけるかなっていうイメージ。もちろん紋章あったら楽だけど、まあでも俺嫌いめなステージではある。第6位、俺ここまで来るかっていう感じやな。9。おお、やっぱりここも一番難しいレベルだったけど、やっぱチェーンソーマンの存在でかいんじゃないかなって。やっててめちゃくちゃ簡単だったもん。ありがたい。9の間ちょっと奥だったんで、ありがとうございます。じゃあ第5位、なんやかんやここ、はいはい、やだ1の間。なんかさ、感染毒やめてくんないかな。もう HP によって語彙力変わんないけど、感染毒でさ、うわここくんのかよみたいなのもあるし、なんかちょっとミスって暴れちゃうと感染毒全部感染し終了するじゃん。やっぱやだな、それ反射芸でやらされるので。第4位、第4位は5の間ですで俺貫通が嫌なんだよ。しかも透過しちゃうしまあでも楽しくはあるよね。しっかりルート取れれば気持ちよく倒せる。まあいいステージだとは思うわ。これ理不尽がない、うん、かな。自分の腕次第で簡単にもなるし難しくもなる、はい、いいステージだとは思う。シンプルで。そして第3位、二の間ですね。はい、ここに関してはまあ好きな部類ではあるけど、まあ難しいかなっていう感じ。
かね、カマタリにだいぶ頼ってる部分はあるし、まあ、もちろんプレデビオルとかスタン複数でもクリアしたことあるんで、まあ、法人のうざくとかもわかるんですけど、ほんとキャラ増えてくれてよかったなっていう感じかな。いや2と7逆でいいんじゃないかな今からでもさね、よし1やった、よし次2やってみるかって思って初めてやる人はね、これ驚愕だよね。はい、じゃあ第2位いきますか。第2位はね、もう余ってるのね、初期越していくとみんな分かっちゃうんだけどね、八の間ですね。シンプルに考えることが多いかな、ギミックも多いし、キャノンユニット乗せてからザコ処理して次のことも考えなきゃいけないみたいな、あと蘇生セットもなんかお祈りになるときあるし。はい、じゃあ第1位来ました、六の間でございますあーここはねバカラスゲをピリカ前提で作るなでも六の間のシステム自体はシンプルで好きっすね。まあシンプルに、まあ、紹介したパーティーだとネオさんルナでやってるんですけど、そういう攻略をがもう一番レベルになってきちゃってる時点で僕のはむずいんじゃないかなって思うよね。はい、まあてな感じでちょっと、まああくまで俺が思った苦手、俺の苦手っつうのもある、うん、でこの編成っつうのもあるんですけど、まあランキング作ってみましたけど、どうですかこれ印象的には、カラスワ的には。まあやっぱりあの下の階層のやつは結構苦手なんだな、ミヤモーって感じがするね。あー1、2、そうあたりやっぱ上に来てるよね。おかしい、おかしい、うん、作った人が足切りしてる完全に。あーこれ完全足切りしてますね、2に関してはね持ち物検査プラスみたいな DS みたいな感じだもんね。そう2とか特にそうだと思うしね。まあだから2と7逆でもよかったんじゃないかなって思うよね、内容的には。はい、てな感じでね、はい、テーマのなんか僕のパーティー紹介と、まあ、今の難しさランキング僕個人的なみたいなのを、はい、やってきました。皆さんはどうでしょうか、ぜひコメントくださいってことで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。